はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それではスーパーマリオ RPG、実況の続きをやっていこうと思います。で、前回はですね、このメリーマリー村の教会で、ピーチ姫とブッキーのね、結婚式を阻止しまして、で、ピーチ姫がね、仲間になったところで、まあ、終了したんですけれども、とりあえず今回は、ピーチ姫がね、キノコ城に戻りましょうみたいな話をしてましたので、一旦キノコ城に、戻りたいと思います。あれ、マリオ、何でしょう。キノコ大臣が心配してるからひとまず帰りましょう。そうですね、帰りましょう。あ、いや、なんか選択肢が出ましたね。じゃあ、いや、マリオさん、大臣があれほど心配していたじゃないですか。さあ、ここは一旦帰りましょう。じゃあ、いや、まあ、まだスターピースをね、まあ、集める旅が続いてるんですけれども、マリオ、お姫様をお送りしないと人さらいになってしまうぞ。さあ、ここは一旦戻ろう。じゃあ、いや、マリオ、あ、クッパまで。おう、ピーチをさらっていくのは我が輩の役目だ。さっさとキノコ城に向かうのだ。じゃあ、いや、お、どうした。あ、なんかボコ殴りにあってますね。いい加減にしろ。みんなからボコ殴りにされちゃいましたね。あれ、こっから帰るんじゃないのかな。町の出口はこっちかな。あ、帰れますね。あ、っていうか、なんか自動的にキノコ城に向かってますね。よし、じゃあキノコ城到着。マリオさん、お帰りなさい。今日も異常なしです。なるほど。相変わらずこの子は足が速いな。マリオ、私ね、大きくなったらね、マリオのお嫁さんになってあげる。大丈夫、クッパが来たらアッカンベーしちゃう。アッカンベー。なるほど、まあ、クッパ隣にいますからね。うちの孫も花を愛するピーチ姫のような心優しい人に育ちますようにと。ちょっとずつ人のセリフは変わってるのかな。ほっほっほ、子供は元気が一番じゃ。まあ、この子はちょっと元気が良すぎですけどね。あっかんべー。お、元気だったか。マリオの取り返してくれた財布の中にこんなのが入っていたよ。マリオのじゃない、僕のじゃないよ。あ、カエルコイン、やった。はーい、マリオ、得意のジャンプ見せてよ。きゃー、かっこいい。この人は相変わらずかな。願い事が叶うという星の降る丘で願い事をして、丘の隣の村で結婚式をするため留守にします。キノアンドナンシー、うん、メリーマリー村で会いましたね。まあ、ブッキーにね、危うく結婚式を、まあ、できなくね、されそうになってましたけれども、まあ、無事にね、結婚できましたよね。ニックキクッパから姫を取り戻してくれたかい。はい、クッパめ。なんだ今の音。あんまりこう、うかつな発言はやめた方がいいんじゃないでしょうかね。もぐ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 と。マリオ、まだ練習している弟に会っていってね。あのぴょんぴょん跳ねてた弟かな。トントンと。相変わらず跳ねてますね。ぴょんぴょん。あ、マリオ、どう、僕のジャンプ上手くなった。うん、うまい。やったー。相変わらず高速ジャンプですね。こんな高速ジャンプはマリオにもできないですからね。あ、違う違う。とりあえずこんなもんかな。宿屋には特に人はいなかったと思いますので、ではキノコ城に行きましょうか。お帰りなさい。ん？マリオさん、お帰りなさい。どうぞお入りください。はい、マリオさん、お帰りなさい。どうぞお入りください。と、マリオさん、お帰り。姫、
ただいま。今回はマリオとお友達に助けてもらったの。そうですね、マロとジーノとクッパかな。早速大臣にお知らせしなきゃ。姫もマリオさんも大臣のところへ。了解です。もちろんよ。さあマリオ、大臣のところへ行きましょう。じゃあ行きましょうか。あ、そうだ、その前にちょっとお城の様子も覗いていきましょうか。ここがピーチ姫の部屋だった場所ですよね。まだ姫が帰ってきませんの。大臣が非常に心配しています。もちろん私も。姫。ただいま、バーヤ。心配かけたわね。あ、バーヤだったんですね、この人は。いいんですよ。それより大臣にはお知らせしましたか？これから行くところなの。また後でね。ようやく姫も自分の部屋に戻ってこられましたね。この辺でしたっけ？マリオ、人の部屋を勝手に覗かないの。あ、怒られちゃいましたね。あ、へこんでる。まあそりゃそうですよね。あとは右の方かな。しっかり見張ります。あ、倉庫には入れませんね。ここは客間です。掃除をしてるんで。倉庫番サボっていませんでした？うん、ちゃんとガードしてましたね。では大臣の場所に行きましょうか。この奥かな。姫が帰ってこられました。ようやくご帰還ですね。おう、姫、よくぞご無事で。みんなには心配かけてごめんなさい。でもマリオのおかげで無事戻ってこられたわ。そうですね。ささ、ここで話すのもなんでしょう。上へ参りましょう。上とは、この部屋の階段の上か。マリオ、改めてお礼を言うわ。本当にありがとう。いえいえ。でも話してくれる？なぜあなたがクッパと一緒に。クッパ？マリオ殿がまたなぜクッパと。まあいろいろ事情ありましたけどね。またまたマリオ殿、クッパに変身して今度は何を始めるの？本物ですよね、今回は。おや？ひえー。大臣、みんなも安心して。今回はマリオがそばにいるじゃない。そうですね。まあ、今回は危害を加えるつもりはないですからね。そうですな。そうそう、クッパもそろそろ説明してちょうだい。あなたが言ってた複雑な事情って何なの？むむ、城が取られたなどと言えない。どうごまかそう。クッパ意外に小心者ですね。お、なんかマロが慰めてますね。お久しぶりです、大臣。ピーチ姫、みんなで説明をします。姫、クッパ、マリオさん、3人を吹き飛ばしたのは地響きの後、クッパ城の上空遥か彼方にあるスターロードを破壊してクッパ城にぐさと刺さった一本の剣だったのです。そうですね。そしてクッパ城はその剣の持ち主のカジオウと呼ばれる悪者に乗っ取られてしまったのです。うん。だから我が輩は今宿なし。なんかクッパ動揺してますね。違う。今から取り返しに行くところなのだが、マリオがどうしてもクッパ軍団に入りたいというのでしょうがなく入れてやったのだ、ということにしておきましょうか。あ、否定してますね。大丈夫、分かっているわ、マリオ。で、こちらの方、マロさんはなぜマリオと。僕はパパとママを探しているんです。パパとママにふかふかしてもらうためにマリオさんをお手伝いしながら旅をしているのです。うん、まあそれは大変。
早くパパとママに会えるといいわね。で、こちらの方、ジーノさんはなぜマリオと？僕は過剰に壊されたスターロードの修理人。しかし、スターロードを直すためにはスターピースが必要なのさ。そうですね。スターピース？そうです。どうやらそのスターピースを集めてスターロードを直さないと、願い事の叶わない世の中になってしまうらしいのです。まあ、それは大変。なの？うん。大音ですよね。あ、みんなでずっこけましたね。それは、例えばピーチ姫がクッパにさらわれた時も、マリオが助けに来てくれなくなるかも。それは我が輩にとって都合が良い。その、なんとかを集めるのはやめだ。そんなことになったら、クッパ、あなたも自分の城に帰れなくなるんじゃないの？が。マリオが来なくなる。我が輩の宿なし生活が終わる。マリオが来なくて宿がある。宿が来なくてマリオがある。あ、もう完全に思考停止状態ですね。とにかく、みんなの希望が叶わない世の中なんてごめんだわ。早くスターピースを集めなきゃ。そうですよね。姫。まさか姫は一緒に行こうなんて考えてないでしょうな。この大臣やキノピオたちの心配の種をこれ以上増やさないでください。そうね。ごめんなさい。あれ、ピーチ姫は仲間になったんじゃないのかな。ひとまず部屋に帰って休みます。ちょっと疲れちゃったみたい。まあずっとさらわれっぱなしでしたからね。それではマリオ、マロ、ジーノ、そしてクッパ。頑張ってね。ここでピーチ姫は離脱かな？さて、マリオ殿のおかげで姫も無事帰ってきて、この世は安泰だと思い、ん？もしや、ひょっとしてこの前、姫を襲ってき、ん？城を襲ってきたのも。おお、なんと、大臣、またまた心配になってきました。姫を連れ帰ってきてくれた上で、ズーズーしいとは思いますが、その過剰とやらを早くやっつけてください。大臣、3度目のお願いです。まあその度にね、旅をしてたわけなんですが、ピーチ姫を無事送り届けたけれど、彼女はキノコ城に残ることになりました。あ、そうですか。なるほど。頼みますぞ、マリオ殿。了解です。では、じゃあまたパーティー入れ替えましょうか。ジーノの代わりにやっぱりマロかな。マリオさん、頑張ってください。はい。応援しに行きますから。全然来ないですけどね。ご苦労様です、マリオさん。頼みますぞ、マリオ殿と。ありがとうございます、マリオさん。あとはセリフは一緒かな。ピーチペンはなんか自分の部屋に帰るなんて言ってましたね。います？あ、いた。やっと姫が戻ってきました。あなたもご苦労様でした。いえいえ。マリオ、頑張ってね。てんてんてん。本当はマリオと一緒に旅をしたいのかな。そしたらこっちの倉庫もちょっと行ってみましょう。しっかり見張ります。一緒かな？一緒っぽいですね。そっか、じゃあピーチ姫とはここでお別れかな。マリオさんお帰りなさい。どうぞお入りください。一緒ですね。マリオ。あ、ピーチ姫。ふん。傘さして降ってきましたね。どうした？お願い。私も連れて行って。大丈夫。バーヤが手伝ってくれたから、私がいないなんて誰も気づいていないの。さあ、スターピースを探しに行きましょう。あ、やっぱりピーチ姫は仲間になるんですね。
でもどこにあるのかしら。見当もつかないわね。マリオさん、こういう時は僕のおじいちゃんカエル仙人に聞いてみるんです。ああなるほど、そういえばいましたね、カエル仙人。きっと知っているはずです。じゃあ行きましょう。私も頑張るからよろしくね。やっぱりピーチ姫は再び仲間になりました。なるほど、ちょっと騙されましたね。ではまたパーティー入れ替えましょうか。マロの代わりにピーチ姫と。まあ、相当体力低いですけどね。まあ、頑張って育てていきましょうか。そしたら、カエル仙人に会いに行きましょうか。あ、そういえば、お店は、お、マリオや、マロも元気かい？何々、買い物かい？なんか装備できるものは売ってないですね。そしてお金が全然ない。コイン31枚しかないですね。そろそろどっかで稼がないとまずいかな。ケロケロ子かな。じゃあカエル仙人に会いに行きましょう。このおたまじゃくしジャンプも久しぶりですね。流れ星の最新情報をキャッチしちゃったのよ。ほう、星降る丘に大きな星が降ったらしいのね。スターピースだといいね。なるほど。星降る丘という場所にスターピースがあるらしいと。なるほど。星降る丘ってキノアンドナンシーがなんか願い事に行った場所でしたっけ。キノコフスキー先生はいます？あ、いませんね。またどっかフラフラしてるのかな。メロディー教えてくれる人というか、メロディーヒントのおたまじゃくし。最近はよ、グッとくるソングは特にねえなぁと。なるほど。まあ、なんかストーリーが進んだりイベントが終わったりしたらまたキノコフスキー先生のイベントが始まるのかな。そしたら、パイプダンジョン用スタート。あ、そうだ、あと以前ブッキータワーで伊賀谷の方でなんか大きな音がしたなんていうことがあったんですけれども、まあ、ちょっと寄り道していきましょうか。なんか変わったことはあるのかな。ここは特に関係ないかな。うん、特に関係なさそう。あんまり変わってないのかな。特に何かが変わったわけではないかな。こんなところありましたっけ。じゃあ行ってみましょうか。ここは初めて来ますね。お、この人はブッカー見習い。お、あなたはかの有名なマリオ。マリオに勝てれば僕は晴れてブッカー4号になれるかもしれない。あ、戦闘。見習い。PC 名。ビンタグローブ。スペシャルは回復技だけですよね。アクションコマンド今ので成功したのかな。電撃。意外に弱いですね。よし。
修行のやり直しだ。あ、どっか行っちゃいましたね。あ、敵に触れちゃいましたね。まあ、ちょっとね、お金も稼ぎたいので軽く戦闘していきましょうか。パチンパチン。往復ビンタだとアクションコマンド成功してないのかな。これは成功ですよね。一緒かな。まあ、とりあえず先に行きますか。あ、いっぱいいるな。よん、あ、宝箱3つも。フラワーとカエルコイン、ケロケロドリンク。結構宝箱がいっぱい入れましたね。まあ、全部と戦うのはちょっと大変なんで、まあ、軽くこの辺の敵をしばいて。あ、失敗した。あ、ミス。まあ、でも敵はそんなに強くはないですよね。よし、これだけなのかな。反対側とか。あ、追い出されましたね。とりあえずこんなもんなんでしょうかね。あと変わった場所って特になさそうですよね。じゃあ伊賀谷を出ましょうか。ブッキータワー、まあ、ちょっと行ってみましょうか。まあ、その後ブッキーがどうなったのかもね、ちょっと気になりますからね。まあ、とりあえずてっぺんまで登っていけばいいのかな。敵はもう今、あ、いますね。まあ、ちょっとこの辺は大変なんで、さーっと行っちゃいましょうか。ここも大変ですね。あ、戦闘になっちゃいましたが、確かボム兵ってお金、あ、落としますね。よしよし。頑張れ。うわ、びっくりした。うまくガードできましたね。こっちかな。あ、そうそう、このスイッチを押したらなんか伊賀谷にね、なんか大きな音が発生したんですよね。あ、もうファミコンのマリオになれませんね。あ、結構敵いるな。で、こいつは突っ込んでくるんで、よっ、よし。ん、これはなんだっていうか誰だ。クラウンブロス兄、ケケケ。この前は悪かった。この前、この人どっかで会いました。お詫びに遊んでやる。どうだ、ビビったか。ごめん、今度は本当に遊んでやるが、遊ぶか。じゃあ遊んでやる。黄色いボールがどっちの手に入っているか当ててくれ。よく見ていろよ。早いな。さあどちら、入っていると思う方の手に触ってみそう。こっちかな。当たり、プレゼントだ。やる。キノコ。あ、それだけなのかな。あんな人いましたっけ。ここはご先祖様の肖像画があった場所かな。この辺もまあ見ましたからね。こっち、ここはちょっと失敗したくないな。
で、さらに登っていきます。ああそうだ、時代ルーム、ここ通るしかないのか。ちょっとピーチ目は狙わないでもらいたいですが、ライトサーベル結構食らいますね。確かこのブブルがお金落とさないんでしたっけ。落としませんよね。なかなか先に行けないな。そっか、これは忘れてましたね。なんかもう敵はいないで、さーっとてっぺんにね行けるかななんて思って軽い気持ちで来てみたんですけれども、意外に敵はまだいましたね。さすがブッキータは。いや、経験値より今はお金かな。で、ワンワンがいっぱいいますよ。ワンワン対ワンワン、なかなか強いな。これでいけるかな。よし、お、びっくりした。よし。これは避けましょうか。あ、そうそう、ここでまたね、あの、ブッキーが機関車に乗ってきたんですよね。うわ、びっくりした。そろそろてっぺんかな。で、なんかここで、あのカーテンをね、開けたり閉めたりされましたね。次の花嫁はいつになったら降ってくるのだ。あ、やっぱりブッキーは誰かと結婚したってるんですね。まあ別に相手はピーチ姫じゃなくてもいいと。なるほど。これだけかな。結構苦労して登ってきましたが、じゃあブッキータワー降りましょう。11、よし、アタックアップ、あんまり意味ないかな。カカシになっちゃいましたね。じゃあ恐怖の衝撃、ぐるぐるするとダメージアップでしたっけ。できてるのかな。あとはこのキボットかな。よし、お、キノコ、あまり嬉しくないな。ここはちょっと戦闘は避けまして、あー、そっか、ここ降りなくちゃいけないのか。逃げられないかな。ライトサーベル、あ、逃げられませんね。あ、そんなに強い敵ではないんですけれども、お金落とさないですからね。あ、でも復活ドリンクはありがたいな。お、いけた。ここはさーっと行っちゃいましょう。ここもさーっといけるかな。で、なんか変な人がいて、で、ここもさーっと降りられる。ここも、こっちか。で、こっから一気に下に行けますよね。よし。
ことでは、ブッキー坂、とりあえずちょっと行ってみますか。あ、マリオさん、ここはブッキー坂といいまして、普段は樽が転がっているだけの何にもないところです。私が出口へお連れしますから、出口までついてきてください。これついていかないとどうなるんだろう。わかりました。ではどうぞ、いってらっしゃい。あ、このレース始まっちゃいましたね。ここでね、あのブッキーが、まあ、ピーチ名を背負ってガンガンね走ってったんですけれど、もうブッキーもいないんで特に行く意味はなかったですね。そのまんまあのキノピオの話の通り出口に向かえばよかったかな。何もないですもんね。まあ、今後また似たようなことがあるといけませんので、ちょっと練習でもしていきますか。できない。アイテムも何もないですね。でよ、あ、つい飛び越えちゃう、つい飛び越えちゃいますね。いて、あ、できた。うん、何にもなさそうだ。結構長いんですよねこれ。そろそろ終わりかな。うん、何にも樽も転がってこなくなりましたね。お、フラワー、やった。なぜかフラワーが、あ、また。あ、でも意外に来た意味はあったかな。フラワー2つ手に入りましたね。これは嬉しい。あ、終点ですね。よし。足腰がちょっと強くなったような気がした。なるほど。そしたら、あ、星の降る丘へっていう場所に行けるようになりましたね。ここですね。では、星の降る丘に行くのは次回にしましょう。ちょっとね、なんか寄り道してたら時間がね、いい感じになっちゃったんで、結構減ってますので、まあ一泊しましょうか。あ、そうだ、スイートルームは泊まんなくていいか、お金ないんでね。多分コイン200枚は今持ってないですよね。あ、誰かいる。疲れた。大金当てるのにカジノがあるって聞いたから探してるんだけど。あ、そういえばなんか言ってましたね。カジノはどこにあるんだろう。うん、コイン54枚しかないんで、スイートはちょっと止まれませんね。では今回も、このメリーマリー村の、まあこのね、セーブポイントでセーブして、終了したいと思います。うん、これで OK かな。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それではゴンゲンでした。